今回はフェアリーテイルのあのギルドを解説していくぜ。よろしく頼むわ。今回解説するのはフェアリーテイルに登場するギルド、セイバートゥースだぜ。第2部から登場したギルドね。ということで解説していくぜ。セイバートゥース、フェアリーテイルに登場するギルドで、第2部開始時点だとフィオーレ最強のギルドだぜ。もともとはそんなに有名なギルドではなかったが、フェアリーテイルの主要メンバーが7年間消息不明になってる間に頭角を現したギルドだな。大魔党演武で優勝経験もあり、本編で行われた大魔党演武でも優勝候補筆頭として扱われていたぜ。なんでそんなに急に強くなったの？マスターが変わったのとそれと同時に強いメンバーが5人入ったことが強くなった要因だな。マスターと5人の魔導士によって急速に成長していき、やがてフィオーレ最強にまで上り詰めたようだな。当然ながら5人の魔導士以外も粒揃いであり、一人一人の戦闘力も高いことが示唆されてるぜ。ただ、マスターのジエンマの独裁的な統括や生地敗北知らずで一番になったことで増強してるものが多かったぜ。初登場時は特に増強してたわね。また、勝利至上主義の結果重視であり、敗北すれば散々な仕打ちを受けるぜ。雪乃とかは大魔党演武でカグラにボロ負けしたことで全裸土下座をやらされる羽目になり、その上でギルドを一度は辞めさせられてるぜ。まあ、雪乃に関しては無謀な賭けを持ち出して負けたのでこれに関しては雪乃にも落ち度はあるがな。仮に賭けをしてなくてこの扱いだったら雪乃がかわいそうだったけどな。ジエンマがヤバいのはそうだけど、メンバーもメンバーで増強してたってことでしょうね。大魔党演武編ではフェアリーテイルの実質的な敵組織のような立ち位置だったぜ。大魔党演武序盤ではレイヴン・テイルがフェアリーテイルの妨害をしてたが、レイヴン・テイルが不正をして失格になってからはセイバートゥースがフェアリーテイルに嫌がらせをするようになったぜ。一応、ルールの範囲内での嫌がらせだったが、それでも陰湿だったな。大魔党演武4日目に主力のスティングとローグが夏一人に敗北したぜ。セイバートゥースってビッグマウスぶりがすごかったわよね。ジエンマは業を煮やし、レクターを消し、これによってスティングがぶち切れ、ジエンマを倒したぜ。その後は最終日で激突するぜ。だが、最終的にフェアリーテイルに喧嘩を売って怒りを買った挙句、スティング以外全員ボコボコにされ、スティングは降参し、惨敗する結果となったぜ。ちなみにレクターはミネルヴァによって生かされており、大会終了後にスティングと再会したぜ。フェアリーテイルは一人も戦闘不能にならなかったのよね。フェアリーテイルに敗北した後はスティングが新たなマスターとなり、心を入れ替えて仲間を大切にしていくギルドになり、再出発することになったぜ。雪乃もセイバートゥースに復帰することになったぜ。だが、ミネルヴァのみは消息不明になっており、セイバートゥースのメンバーはミネルヴァの安否を気にしていたぜ。ミネルヴァはタルタロスの先兵となっていたがマルドギールに見限られていたぜ。スティングがマスターになったのね。だが、ミネルヴァはスティングとローグに助け出されたぜ。スティングとローグは悪魔に改造されたジエンマと戦うことになり、ジエンマを撃破したぜ。最終的にミネルヴァも元に戻り、セイバートゥースに戻ることになり、これで本当の意味でセイバートゥースのゴタゴタは解決したぜ。一応、マスターはスティングなんだが、スティングはギルドを開けてクエストに出たり、外出することが多く、他のギルドマスターと違って常にギルドの中にいるわけではないようだな。スティングは頻繁に外出するからマスターって感じがあんまないわよね。このことから、スティングが留守の間は誰かがマスター代行をしてるのかもしれないぜ。ギルドマスターの集まりには基本的にスティングが出席してるようだがな。スティングがマスターになってからはかなり自由なギルドになってるようだな。フェアリーテイルに敗北してからは他のギルドメンバーも改心しており、他人に友好的に接するようになってるほか、増強してる様子も見られなくなってるぜ。負けてからは他の人たちも心を入れ替えたんでしょうね。ギルドはフィオーレ王国東に位置する、ガザニアの町に建てられているようだな。ギルドには室内プールもあり、いろいろ施設が充実してるぜ。また、セイバートゥースの特徴は図書館であり、セイバー大書院というイシュガル1の図書館があるぜ。基本的に他のギルドは立ち入り禁止なんだが、マスターの権限で他のギルドの者も図書館を利用することができるぜ。当然、ギルドの者なら出入り自由だぜ。100年クエストでセイバートゥースに図書館があることが判明したのよね。また、セイバートゥースは年に一度、大食い大会であるトラトラトラが行われてるぜ。まあ、ミネルヴァが強すぎて彼女が毎回優勝してるようだがな。セイバートゥースはどういうわけかバトル以外のゲームが好きな人物が多く、バトル以外のゲームを仕掛けるものが多いのも特徴だな。100年クエストではエクシード人気投票、ローグが影踏み、雪乃がクイズ、ミネルヴァは大食い勝負、スティングは腕相撲の勝負をフェアリーテイルの魔導士に仕掛けてたぜ。ゲーム好きが多いのね。また、フェアリーテイルのライバルギルドとして描かれてるからか、主要メンバーはフェアリーテイルを彷彿させるキャラが多いのも特徴だな。スティングは夏、ローグはグレイ、ガジル、雪乃はルーシー、ミネルヴァはエルザを彷彿させるぜ。オルガはラクサス、ルーファスはフリードに対応するキャラだと思われるぜ。また、
セイバートゥースの主力魔導士は古代魔法を使うものが多く、希少性の高い魔導士が集まってるぜ。ローグは最初はガジルかと思ったけど、立ち位置的にはグレーポジションよね。ここからは主な構成員を話していくぜ。よろしく頼むわ。ジエンマ。名前の由来はおそらくエンマプラスジエンドからだと思われるぜ。弱者を嫌う徹底的な弱肉強食主義で弱者は仲間であろうが一切の容赦なく兵器で抹殺するエゴイストで冷酷無比な性格だぜ。こういった独裁的なやり方でギルドを統一してたのでスティングに反旗を翻されたぜ。その後も懲りずにタルタロス編にて悪魔に改造されて再びスティングたちに牙を剥くぜ。全く反省してないみたいね。人間的に最悪な人物だが、実力は本物であり、ギルドマスターを務めていただけあって高い戦闘力を持つぜ。悪魔になってからはさらに戦闘力が増強しており、スティングとローグは苦戦してたぜ。だが、最終的に二人の前に敗れ去り、そのまま死亡したと思われるぜ。ジエンマは何一つ反省することなく、落ちるところまで落ちた結果、粛清されることになったぜ。出番は少なかったけどインパクトのあるキャラだったわね。スティング・リュークリフ、ローグ・チェイニ、彼らについてはいずれ解説動画を投稿予定だぜ。そういうことなのでよろしくね。ミネルバ・オーランド、ジエンマの娘でギルド最強の5人の一人だぜ。古風な口調が特徴で自信に満ちた態度と高圧的で残虐な性格をしてたが、これはジエンマのスパルタ教育が原因だぜ。改心してからは性格は軟化しており、他ギルドとの交渉役を務めたり、柔軟さを見せるようになってるぜ。スティングに代わって仲間を指揮することもあり、サブリーダーのような立ち位置だな。ギルドのブレイン的存在になってるわね。料理が得意な上に食うときは食うタイプの大食いだぜ。テリトリーという空間系の魔法を使う魔導士で空間を入れ替えたり、衝撃波で攻撃することができるぜ。戦闘補助においてもかなり便利な魔法だな。ヤクマ族に伝わる古代言語を使用した強力な魔法を使用することも可能だぜ。彼女の戦闘力はスティング、ローグコンビの総勇に匹敵するとされ、めちゃくちゃ強いぜ。空間の入れ替えはどの作品でも強いわよね。雪のアグリア、精霊魔導士であり、全裸土下座で有名になってしまったキャラだぜ。礼儀正しいものの、かなり天然な性格で変なところで感動したり感性がやや常人とずれてるぜ。創業宮のキスケスト天秤宮のライブラ、さらには幻とされる13本目である蛇使いザノーフィウクスの計3本の王道12門の鍵を所有し、同時に2体開門できるぜ。アニオリでも出番が与えられており、結構優遇されてるぜ。精霊魔導士としてかなり才能があるみたいなのよね。精霊魔導士としての才能はかなりあるようで描写は少ないものの、ルーシー同様、精霊との絆も強いようだな。また、続編の100年クエストではルーシーのスタードレスを即座に覚えており、センスの高さが伺えるぜ。ルーシーは自分は覚えるのに1年かかったのにとぼやいていたぜ。オラシオンセイスのエンジェルは姉であり、雪乃は彼女のことをとても慕ってるぜ。見た目がエンジェルとそっくりな上に精霊魔導士だったから早々に姉妹なんだろうなという考察が出回ったわね。ルーファスロア、セイバープース最強の5人の一人だぜ。赤い月に歌う銀遊詩人の異名を持っており、キザな性格だな。フリードとキャラかぶりを起こしてることを気にしてるらしく、イメチェンを検討中らしいぜ。古代魔法の一つであるメモリーメイクを使用するぜ。記憶から魔法を作り出すというチート魔法でさらには記憶を忘却することでその魔法を封じることまでできてしまうぜ。能力が強すぎるからか、あんまり活躍に恵まれなかったわよね。ただ、一回一回記憶してから魔法を使わないといけないので記憶できないと魔法を使えないぜ。雷を星のように降らせる星降る夜に、地面から炎を発生させるもゆる大地の豪雨、黒い雷と氷を発生させる凍える国雷の剣、複数の竜巻を発生させる荒ブルフーガの社などを使用できるぜ。また、この手の魔法の使い手らしく文字や暗号の解読も得意らしく、エルザの殺人的な手紙も死ぬ気で解読してたらしいぜ。グレイに対応するキャラなのかと思いきや、ルーファスはフリードに対応するキャラっぽいわね。オルガナナギア、セイバープース最強の5人の魔導士の一人だぜ。豪快な性格でこわもてな外見に似合わず、レクターとフロッシュのことを大変気に入っており、一緒に遊んでくれないかといつもチラチラ見ているらしいぜ。歌うのが好きらしいが、お世辞にもうまいとは言えないな。ルーファス同様、やや影が薄いキャラで大魔党演武編以降は目立った活躍がほとんどなかったぜ。ルーファスとオルガは不遇よね。雷の滅人魔法の使い手であり、破壊力は相当なものだな。両手を合わせ、黒い雷を撃つ120ミリ国雷砲、両手から巨大な黒い雷を放つ雷神の火電粒子砲という技を使うぜ。大魔党演武編以降、ラクサスとジュラを目標としており、彼らを倒すために修行してるらしいぜ。止まるんじゃねえぞ。レクター、スティングの相棒のエクシードだぜ。フロッシュ、ローグの相棒のエクシードでカエルっぽく愛くるしい見た目だぜ。ドーベンガル、忍者のような姿をした魔導士だぜ。
構成員の紹介はこんな感じかしらね。ここからは軽い活躍を話していくぜ。よろしく頼むわ。最終章のアルバレス帝国編ではブルーペガサスと共に北方で戦うことになるぜ。だが、ブルーペガサスもろとも全滅してしまうぜ。どうにかガジルたちが助けたので無事だったがな。スティングはマスターなのに負けたことで心が折れかけたが雪乃の叱責もあって持ち直し、再起したぜ。スティングがラーケードを倒す活躍を見せてたぜ。アクノロギアとの戦いではスティングとローグがアクノロギアと戦い、勝利に貢献したぜ。これでセイバープースの解説は終わりかしらね。総括するとセイバープースは一番になったことで増強してたが、フェアリーテイルによって改心し、再スタートしたギルドと言えるぜ。フェアリーテイルに次いで出番が多いギルドゆえにフェアリーテイルに次いで人気のギルドと言えるな。そうね。ということでセイバープースの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。